お風呂のカウンターの下のところの掃除をしていこうと思っております。下といってもこのカウンターの下にグレーのカバーがありまして、そのカバーの内側とあとカウンターの内部のところに黒カビがぎっしり生えていると思います。なのでその黒カビをですね、今回はメインに落としていこうかなと思います。お見せしますね。奥の左側のところにまず黒カビ結構生えてますけれども、手前ですね、このあたり、反対側はこのあたりですね。はい、どうでしょうか。それほど生えていないですね。カウンターの下がこんな感じの作りになってまして、本当に掃除しづらいんですよね。ということで掃除の方に入っていきたいと思うんですけれども、こちらを使います。キッチン泡ハイターです。ちゃんと吹きかかってないところもありますんで、この歯ブラシを使ってざっとこう練り広げていこうかなと。こういったところとか、まあ、カビがあまり生えてないんで本当にザーッという感じですね。裏返します。手で塗り広げていきます。ここについては入れ込みまして、歯ブラシで塗り広げていきます。はい、これで15分ほど放置します。はい、あれから15分ほど経過しました。綺麗になりましたね。シャワーで流していきます。次に内部の方を流していきます。それではこちらのマイクロファイバークロスで水気を拭き取っていきますが、水気を拭き取るのはこのカバーだけにします。はい、どうでしょうか。綺麗になりましたね。では内部の方もお見せします。はい、どうでしょうか。まあ、最初からそれほど汚れていませんでしたので、ほとんど変わってないような感じですね、多少黒カビ残ってますけれども、しっかり落とすのはやっぱり大変ですね。今回はこれで終わります。どうもありがとうございました。